印象屋さんだ。高橋です。ああ、柔軟高橋友人です。よろしくお願いします。今日なんですけど、とんでもないお知らせがありまして、バス釣り大会っていうのを、ついにですね、開催することになりました。こちらですね。視聴者さん、こんにちは。2021バス釣り大会フレイフィッシングイン五山川ということで、こちら毛ガニおじさんですねが主催ということで、ちょっとね人数の方とかがどのぐらい来るかがちょっと、読めてないところがあって、まあ、その近隣住民の方とかにちょっとご迷惑とかねいろいろかけないようにちょっとその辺も考えてなきゃいけなくて、で満員だったら例えば友達と一緒に車で乗ってくるとか、駐車場の限りがありますので、決してね駐車場をはみ出て参加するということはやめてください。駐車場が満員だとかそういうねになったら、そこは、ちょっと離れた駐車場行って、まあ、来ていただくみたいなちょっと工夫をね、やってもらって、日時がですね、こちらですね2021年の8月2日の、PM5 時3時から、こちらですね、書いてます。ちょっとこっそりやりたいんでねあんまり拡散しちゃうと、ちょっと人がね来すぎてしまって、ちょっとパニックになってもいけないので、はい、おそらく、前回の参加者の方が、5名ほど、だと記憶してるんで、まあ、そんな大量に何十人も来るような僕らちょっと人気がないもんですから、その大人気 YouTuber じゃないんで、まあ、あと月曜日ということもあってねなかなかやっぱり、土日にすると多分大変なことになってしまうんで逆に200人集まっちゃうと思うんですから、だからまあ数名で今回は10名ぐらいでやれたらいいかなぐらいの感覚でおりますので、こちらの毛ガニおじさんの、バス釣り大会、でですね、来れる方はこのルールを決めましょう。ルールね、ちょっとパニックになってしまったら本当にとんでもないことになるんですよ今。なので参加したい方はこちらのね毛ガニおじさん、こちらの概要欄にリンク貼っておきますので、この毛ガニおじさんのチャンネルに、私参加予定ですって書いてください。はい、私こちらに参加します、1時間だけ顔出しますとか、私はちょっと頑張って会社休んでいきます、有給取っていきますとかいう方もいろいろな、ね、方がいらっしゃると思うんですけど、常に、ね、バス釣り大会開催です、はい、とんでもない大会になりまして、でルールがあります今回ね。でルールは触れ合うこと、人と争うとかね、誰かに負けたくないとかそういうものを忘れてください。この大会はね、はい、これ大きな大会なんですよ実は。昨今ですね、その人と争わなきゃいけないですね会社で。で会社でやっぱり飯食わなきゃいけないからさ、やっぱり戦えないですよね、仕事って戦争なんですよ仕事って。だから普段ね、バスプロの方はまた別なんだけど、まあ、一般の方って、常日頃が戦争してるわけよ。で戦いの中でやっぱ疲れたそのストレスを癒す大会であるわけだから、誰が優勝したとか誰が勝ったとかそういう順位はつけないですね、はい、そういう不毛の争いっていうのはその飯食わなきゃいけない時ね、まあ、いわゆる仕事ですよね、あんたたちの仕事、この野が見てるね、どこの誰が見てるか知らないけども、その仕事で戦争してるわけですからね、もうライバル業者に負けたら倒産するだけですから、倒産しないようにもう必死になって皆さんね仕事されてると思うんですけども、その仕事の疲れを癒すね、触れ合いフィッシングですね、触れ合い。なので必ず、もうこの日はね怒ることが禁止になってきます。なのでまあ皆さんとどうやって触れ合うかで、もちろんねちょっといろんな人が集まると思うんで、まあ、考えが違ったりね、いろんなその釣りに対するいろんな意識が違うんですけど、その意識の違いも認め合わなきゃいけないんだよね、で不毛な議論不毛な争いするってレベルの低いことちょっとダメなんで、とにかく今回はどうやったら癒されるんだろうと、こちらのね毛ガニおじさんに全部聞いたら、全部ねおそらくこうしてくださいというね、教えてくれると思うんで、もし疑問点とか、まあ、あったら毛ガニおじさんの方まで聞いてくれたらいいんじゃないかなと思ってます。あと
参加費用っていうのは0円ですね。お金取らないです。なので飲み物とかなんか参加の大会でねなんか景品がもらえるとかそういう景品でね人間釣ってもしょうがないと思ってるんで、その物で人釣るっていうのはちょっとねどうなのかなって自分そういう思いあるんで、なんか優勝者になんかあげるとかなんかそういう参加費用なんか、そのお金を取って渡すっていうそういうことはなくてね、本当に触れ合う、その場で触れ合って挨拶で、挨拶できない人本当多いんですよ今。びっくりするぐらい多いんですよね、釣り場で会って挨拶できないレベルの低い人いて、自分なんか結構琵琶湖行って、やっぱりあの琵琶湖おかっぱり専門ですからね私の場合は。でもう最近は、撮影っていうのをほとんどやめてて、結構釣り行って琵琶湖でバンバンゴジアップ今釣ってんですね自分ね、おかっぱりで。でまあ何ていうのかな、あのこっそりやってる感じ、自分引きこもりですから、はい。でまあその琵琶湖のところで、ね、僕人がいるところで僕釣りしないんですよ。あのやっぱカメラとか僕持つし、あの人に迷惑かけたくないんで、これだけ重要なんで絶対人がいるところに僕近寄らないですね。で人がただその人の後ろ側を通ってもっと向こうの方500メートルぐらい離れて歩いていってやるって時に、やっぱすれ違う時にやっぱ軽い会釈とかね、その挨拶みたいな感じをまあ軽くやる、軽い会釈ぐらいでいいと思うんですよね。でそれができない本当レベルの低いバカが本当に大量にいるもんですから、後ろ歩いてるだけでいきなり見学してくるみたいなんで、そういう方もいらっしゃいます。頭が悪い本当に。だからそういうマナーの面で、ね、うん、まあどこの誰か分かんない初対面の人だから、まあ軽い挨拶、まあ別に話し込まなくてもいいんですけど、ふっと会ったら挨拶を絶対する、うん、相手が嫌な気持ちになるね。あのよく琵琶湖で多いんですよ、あのもう後ろを通るだけでここは近寄ってくるな俺のポイントだとか、なんかそういう見学しになっちゃうっていうのはめちゃめちゃ迷惑ですから、うん、やっぱりすれ違う時には軽い会釈でどうもっつってパッと行くぐらいのね、あそういうね挨拶の基礎は絶対やってください。そういう挨拶の基礎を学ぶための、まあ、フレアフィッシングなんですね、うん、でケガニオジさんだって営業マンも20年以上やってますから、そういうマナーとか礼儀には結構うるさい方なんで、その辺しっかり挨拶、まあ、あったらおはようございますってよろしくお願いします今日って形でね、そういう触れ合い、そういうことが結構重要だと思うんですね。なので8月2日、月曜日3時から、フリーアイフィッシングで、仕事の疲れを癒す、まったり釣りしてまったり帰るぐらいのね感じで、やっていけたらいいかなと思ってます。でまあちょっとねその、まあ、フリーアイフィッシング参加にあたって、まあ、今ゴミ問題とかで結構ね、問題になってて、先日も私コリンコリンコーチャンズのケガニュースさんと、それをちょっとお忍びでゴミ拾いやったんですね。だからもうタバコのゴミは落ちてるわさ、そのルアーワームの使い差し、ワームちぎれたやつポーンって掘ってあったりして、まあ、それずっとね5時間ほど拾ってもうまあ山盛りゴミが出たんですね。なので参加する方はもうゴミ袋ね持参してもらって、まあ、足元に落ちてるゴミぐらいはまあ拾ってね、まさかそのねフレアフィッシングに参加してとかゴミ出して、うわなんか釣り人のゴミマナーとかあるんでね、そこちょっとしっかりやってもらったらいいんじゃないかなとちょっと思ってます。で自分ちょっと引きこもりなんで参加しません、ね、この大会に、はい、なので、まあ、ケガニオジさん主催ということで、私はあの引きこもりなんで家から出ることできないもんですからね、私は一切参加しませんけれども、お時間ある方はね、参加したらいいんじゃないかなって思ってますんで、よろしくお願いします。